今日はあのゴルフパートナープロアマの九州予選、はい、佐賀カントリーに来てます、はい、で今日はあのビッグゲストです大輔さんに来てもらってます。経歴もすごい方なんで、まあ本当今日は勉強させていただきます。いや全然すいません、なんか力になることがある。いやいやすいません、ぜひよろしくお願いします。マジでやっぱさ、植木さんもそうやし、上手い人みんなティーショット絶対曲がらない。確かにマジで植木さんほんと曲がらないね。俺もやっぱスコア出るときティーショット曲がらない日やもん。こないだのアカネとかあんただって曲がらない大丈夫。うん、死んではないよ。打てるところにやればいい。うわ、やばいね、ほんと。機械精密機械。マイク同じやん。えぐいね。買ってもらいたい、T シャツ。はい、見せまーす。アップしてる。入るぞ。頼むよ。はい。108ヤードぴったり。はい。お、どこ行った？やりました。お願いして。はい。よし。枝が邪魔やったけど、ちょっと刻んだ。またパーオンできんねんけど。91ヤード。はい。51で軽め。はい。うわ、ナイス。まっすぐ。脱帽です。やばいね、ティーショット曲がらんしさ、うん、もうセカンドの精度がさ、うん、もうミスしそうにないよね。確かにマジでもう崩れそうにないもんね。ね、マジで試合で勝てるよね。52ヤード、はい、58で。うん、微妙微妙、うん、まあボギーでいいやで、本当に打った、うんうん、まあ上に行くよりはいいか、うん、手前から、うん、あんだけティーショット曲がらないったらね、気持ちいいやろね。楽しいやろね。でもなんかもう上手な方と回ったら明らかに悪いところが分かるよ、ね、うん、うん、おいい。おお、ナイス。おー、危ねー。ナイスパー。ナイスパー。すごいねー。ありがとうございます。来たねー。よかった。ナイスパー。ありがとうございます。ほんとあんぐらいの距離の方が入るよね。顔、うん、が上がる。これぐらいの距離結構入ってるイメージあるわ、 YouTube に。あ、そうそう。太郎さんに編集しとるやろって言われる。おいかぁ、ナイスワニー。ありがとうございます。たまらん。いや、すげぇ、やばいね、うん、さっきボギー打ったと思ったら、うん、もうすぐ取り返し。そうです。ナイスパー。ありがとうございます。ナイスバーディーです。あと1年で追いつこうっていうのでもさ、よくさ、パターを32インチにしようと思ったよね。いや、パターはもうなんかむちゃくちゃ研究して毎日やってるんですよ、練習を、うん、家だと、うん、そのいつ履かないから、うん、長さもこう変わるじゃない、うん、でそれで長さ、あれおかしいなって、そこで長さを気づいて、あ、もしかしたら靴履いててもその長すぎるかなとか、うん、あのね、面白い計算式があって、はいはい、視聴者の皆さんもしてみた方がいい、はい、ね、身長まずさ、165って、はい、165、はい、割る2、はい、82.5、それをね、インチに直すわけ。1インチ 2.54 だから、はい、それ割る 2.54 して 32.4 って、それが適正なパターン。へえ、へえ、例えば、はい、じゃあ
大志くんだ。ああ、大志なんです。何センチ？170です。170、はい、割る85。これを 2.5 割る 2.54。33ぐらい。33.4。あ、33。33が適正な。あとね、腕の長さとかも関係してくるんだけど、はいはいはい、大体腕の長さってさ、広げたら身長と一緒ぐらい。はい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 。手の方が長い人はそこからちょっ と, もうょっとあ、いますよね、そういう人。手の方が長いってことはさ、もうちょっと短くなるわけ。ああ、なるほど。そっかそっか。あ、したらリーチにもしかして合わせて割り2をしたら、うん、よりもっといいかもしれない。それリーチと身長一緒なの。うん、リーチに合わせてるな。やっぱ肩は長すぎる、うん、長すぎるんですよね。だって33.4も、うん、その普通のところで市販で買って34とかを多分買っとうと思う。うんうん、多い。平均が34、平均っていうか34が多いって、うん、34多い。34ばっかり置いてあるね。サトルさんとかがだけ長いの使えると、うんうん、逆に長くなる、うん、でかい。ナイスバディです。ありがとうございます。すごすぎるよ。マジでやばいね。ティーショット絶対ね、ここに収まる。向いた方向に全部。じゃあ暴れます。はい、はい、見えてるところに行ってくれたけど。そうですね、真ん中の。うわー、これもいい。うん、はい、100ぴったりです。うわ、アナイソンです。ナイスです。ありがとうございます。もうちょい捕まってくれたらいいね。79やつ、うん、はい、58やつ、はい。バーディー今取ろうとしたいの。うん、頭で取れって。パー取るけん。うん、パー。じゃあ結果どうなるか考えてみよう。はい、やってみよう。パー取ります。乗ったらいい。乗って2パットで OK。うん、おっ、ナイス。ナイスオンじゃない。ナイスオン。ありがとうございます。でさ、多分バーディー取ろうとしとったら、うん、くっそ、引っ掛けたって思っとんよ。ああね、10ヤードぐらい左に行っとる、うんうん、で、多分バーディー取りに行っとったらくそ、引っ掛けとるやんってなる。だけど、今パーでいいややけん、うん、乗ったら OK やん、うん、自分の中でめちゃくちゃいいね。確かに。多分そういう自分のメンタルのマネジメントができてなかったんかもね、うん、バジバットね。はい、やめて、弱いよ、乗っとるのに。はじめっす。あっ、ショートはマジでダメ。けどパーでいいわ。うん、ナイスパーだね。言い聞かせとる。おお、おお、失礼す。ナイスです。自分を褒めてあげましょう。パーです。心の底からパーでいいやって思うのも難しそう。まあ何年かかかりそうやね。これ狙いどこですか。まっすぐ攻めるじゃん、あの右のバットを見つめ、はい、まあ右楽でもいいや。じゃあそこから左に、ああ、いやー、いい。あの細いフェアウェイをど真ん中にいるって感じで。強すぎやろ。やばい、マジで。じゃあ2番ユーティリティで。はい。おー、いい。ナイス。92ヤード。はい。51で。はい。
お願いしよう。75ヤード、はい、58度で、はい、どこよ。この上これもパーでいいやでいくよ、うん、パーでいいや先乗せれば OK、うん、グリーン真ん中で狙う、はい、狙う。お、いい。本当に？うん。ナイス。パーでいいよ。お。よくなくていい。乗ったら。ナイス。うざい。もう言い聞かすというにしっかりいやでも本当にちょっとやそれでやってみようと思ってやる、うんうん、ほらなんかさ、うん、バーディー取ろうとしてないけん、うん、寄ってなくてもうわーってならんあれパッて見えた時あまあまあまあっていういやいつもなるもんねなるやんじゃんうわー遠く行ってるねだから確かにそれしんどいよねえそれを18ホール繰り返してきつくなるよ確かにナイスパー大事やねノンストレスナイスパーですナイスパーですナイスでボギー見たボギー見た見たかな見たっけ今日やばいねでも俺も良くなってないなんか、うん、なんかねいつもと違う感じ、うんうん、静かなゴルフですね、うん、お先ですのパーがねねあ確かに、うん、上品やろ、うん、の積み重ねで2オーバーで回るとすげえダボがないし、うん、ボギーもなんか結局少なくなりましたね、うん、なんかうまくいったらバーディーが出たりするはいはいこのさ2回のボギーもさ、はい、なんかどうにでもできるボギーやんはいはいはい、はい、10番は3パットのボギーやろあそうですね3番はセカンドチョロしてのボギーやろはい確かにあのスプーンとね、うんうん、どうにかなりせんの、うん、パープレーも近いよなるほどうわ見てんおもろ無理やり攻めたミスみたいないもん確かにけど攻めるとか攻めようとよ、うんうん、あとティーショット練習不足なだけでやってああ、うん、こんだけ曲がっとうのに逆に2オーバーこれ狙いはどこですか、はい、うえぇアドバンスでいったんじゃない狙い通りだほらやばやばいってやばいよやばいアプローチですね、ほんと朝に頑張ろうはい狙いは狙いは、レフォーの右の杭のはいほうほうおーナイスあ、よかったよかった全部やっぱ狙いより右行きよだけどなんか左にもっと振った方がいいよそうですねちょっと左に振らして左に振らして思いっきり打ちたい割にはフォロースルーがなんかまっすぐ出すぎてるこう行ってますマジで悪い時そうよねうんもっと左に振らなきゃ出玉を左に出さなきゃさ真ん中戻ってこないんだからそこって感じで打っていたい全然今日確か左に振らせないです左そうそうおおめちゃくちゃ良かった全然違うやんいつもやっとまっすぐってことは今ぐらいは攻めて振らなきゃダメ、うんうん、左今もうこうやったぐらいいつもの球やねうんいつものやった曲がり出したりさ狭いとこ行ったら、はい、左に振るのも怖くなるよいやそうなんですよ今日ずっとなんかあの引っ掛けたじゃないですか一回左に振ったらああなるみたいな思ってしまって、うん、手を左に振らなければ手を左に振らずにヘッドだけ左に振るようにしたらあ球はついてこないからあ手を左には違いますね体を止めてこう左に今日の登録は手を左にやっちゃったはいはいあの前半の OB したところはそれですね、うん、体止めてこう左にってやって手でやろうとして大事なのはやっぱヘッドだからヘッドがどう動くかだからそうです、ね、球打つのは手じゃないからさはいはいはいとどんだけ左に振っていけるかの勝負になってくると思うよ登録君の場合はそうそういやドライバーこんだけ曲がらない人に言われたら、うん、絶対そうねすごいっす本当にドライバーの精度が約10よし、じゃあ3番ではいでつま先上がりに短く持ってはいセンターで入りますはいセンターちょっと左に左に
バンカーかな。バンカー。うん。思ったより右に出た。右に行ったね、なんか。うん、右に出た。開いた。煽った。うん。起き上がりが早かった。3で。3番。はい。うわぁ。やば。うわぁ、ミソンです。ありがとうございます。ちょっとミスだ。ミスです。ミスでしたね。全然違ったね。全然違う。うわ、ナイス。めっちゃ左に触れとったような気がする。ありがとうございます。あ、ヘッドだ。俺体をさ、こう左に振ると思えて。あ、はい。じゃあヘッド意識しないや、今。うんうん。やっぱみんなね、クラブの先からグリップまでを、はい、これで考えちゃうから、クラブを左に振ろうとしてクラブを左に振れば、ちょっと手も出ていく。あ、手が結局左に行ってただけで。大事なのって、球打ちのここだから、ここをどれだけ動かすかだから。あ、こっちの意識の方が強いんですね。まあそれそうだ、うん、言われたら、うん、いくらグリップエンドとかシャフトがさ左に触れててもヘッドが右に行ってたら意味ないな。ああ、そっか、手元を左って思ってたらグリップエンドしか左に行かないです。そう、なるほどね。意識をヘッドに持っていっとかない。主役はヘッドです。こっちですね、うん、こっちでこっちやん。早く言ってよむちゃくちゃいいやん、それから、うんうん、ねえ、全然球が違う。イーグルチャンスある。イーグルチャンスある。パーでいい、パーで。いやでも今のところずっとパーパーパーやけど、やばいよね、うん、今日マジでありがとうございます。いいですね、これ皆さんも、うん、絶対参考になるよね。確かに。26ヤード、はい、58ドル、はい、前からこれもパーで次3打目やろ。3打目なんかだいぶ下って見えるね。手前でいい、ホームランとかしたくない。綺麗です、うん。これでいいの。逆にね、何でも許しよったらダメになるかもしれない。いや、後で反省はするけど、うん、プレイ中は、ね、いいの、これで。うん、スパートしたパイ。スパートしたパイ。ロングはい、ふたふた砂に邪魔されてます。あ、ほんとですよ。見せず、イーグルパット。あ、イーグルパットです。マジで。うわ、惜しい。ナイスです。わー、切れる、うん、ちょっと引っ掛けた。次です。おい、手通り。バーディーパット。バーディーパット。うわーい、ナイスバーディーです。ナイスバーディー。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、すごかった。すごかった。やばいわ。すごかったです。ありがとうございます。めちゃくちゃ勉強になりました。パッと打たせて、うん、でも全然楽々ここは2オンできそう、ね、はい、ティーショットが良ければ。自分から、あ、でもバーディーいけるわ。バーディー、さっきどっから打った。さっきです、あ、さっきです。バーディーパッと、パッパッパッと、これか。ここ狙ったんですけど、うん、もっと切れました。引っ掛けてましたね、さっき、うん、なんか回転が。おお、なんかすごいことを教えてあげるか。仲間へ、うん、ちょっと見下くなって、うん、
なんでか分かる。きれいやろ。わかった。このこう傾斜があるからです。要はフックラインってつま先上がりだから、はい、みんなそう。みんなそうだけど、フックラインの時に短く持つ人ってあんまり見たことない。はい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 。フックラインも要はショットで考えたらつま先上がりなわけ。やりますね。つま先上がりはみんな短く持つのに、はい、パターでフックラインになったら持たんやろ。だから引っ掛ける。今引っ掛けたのそれですね。あ、なるほど。高さが合わないからすごいね。そうよね。で地面が高いけん、はいはいはい、今2球とも入ったけど短く持ったなるほど。さっきこうやってたからちょっと詰まるっていう、いつもと違う感覚になるんですね。これ頑張っても引っ掛けた、うん、引っ掛けたり押し出したりがあるけど、こうやって短く持って手元の位置をいつもと同じにすることで普通に振り抜けるから、すごくない、うん、点が良くなる。なるほど。これ大げさに短くない。あ、落ちてる。いい感じ。なるほどね、うん、俺全然アーマーライン結構外さんやんさい、うんうん、最後こういうこうなっとんか、うん、こことかもうこうなっとんや、うん、この分この高さが違う、うんうん、短く持つっていう、うん、そもそもここにさ打った瞬間ピッて左行ったりするとか、ね、あ、しますね。それがなくなる。あ、フックラインめっちゃあるね。そうね、うん、打った瞬間ラインから外れることある、はい、それがなくなる、はい、え、これスラはどうなんですか。スラは遠くなるじゃないですか。前傾深くするとかそんなのは意識しないで。これはちょっとだけ近く立ってるかもしれない。近くにこっちスライスね、うんうん、後ろから。球、あ、いつもよりってことですか。いつもより左に球を、だってあの登録のさ、はい、ティーショットじゃないけどさ、はいはい、スライスラインで球右で出たらもう明らかにまず入らんの。ああ、フェードアウトとして真ん中に出ていったら入らなくてもいいから、とりあえずこう左に出すことが大事。ああ、確かに。だから左、いつもより球を左にそれ長さで言ったらまあ前傾深くするとそんなの届かん分、うん、でもまあ左に置いとるけん、それやったらそれでいい。で、大事なのはヘッド出すからね、はい、手が出てったらプッシュする。あ、ショットと一緒。一緒ですね。ラインが結構難しい。一緒だ。ヘッドを意識、ヘッドを左に出す。イン、トゥ、イン。そう、ここめっちゃ切れるわ。めっちゃ切れる、これ、うん。すると、まあ、まずさ、このラインに来た時点で入るわけない、まあ、入るわけないですね。それがギリライン上とかもギリギリ狙ったら、はい、こうどんどん離れていくよ、カップから、はいはいはい、確かに。だからもうここで狙った時点で浅めに呼んでしまうから、そうこっちにどんどんカップより遠くなっていく、どんどんだからちょっと強めに大げさに膨らますとかね、うん、もう持ってるところより、うん、パーでいいと思うなよ。あ、パーでいいと思う。と思うなら、そう思ったよりもだいぶ左にちょっと。それでもか。うん、あ、そうするとあんまり垂れなくなる。バーディー狙いに行ったらこんぐらいになる。そしたら垂れてしまう。うん、そう。ほら、こんだけ強いから、うん。思ったよりね、大げさにね、ラインなんて考えなくていいから左にボーンって出しとけば、こう勝手に出せーで寄っていくからこうやってさ。そしたらちょんでお先で入れれます。うん、入るかもしれんしね、はい、距離感あったけど、まあ確かにちょっと大きめに、うん、お、入りそうやん、ラインなんていくらでもある、うん、入るラインいくらでもある。面白い。日本2と5位のアマチュアの方のクラブセッティングを紹介したいと思います。クラブに秘訣があるんじゃないかなって思います。はい、いや、めっちゃすごい。